出して9時20分20分ね、オッケーオッケー。9時25分ね、はい、うちは海苔乾かしてて、うん、乾かすスペースなかったから、うん、結構作業台っていうか机が結構あれね、いろいろ切り口とかあって、うん、いろいろさ、うん、あれだから乾かすとこなくて床で乾かしたの、うん、そしたらおかんに踏まれる。なんか踏んじゃったって、あーこんなの置くからよ、おかん、おかん、こもんだよおかん。せっかくの、うん、ダメにはなってない、まだ、ただ踏まれただけ、ちゃんと使える、骨も折れてない、うちは、ただおかんに踏まれた、あそれだけで少し、うん、ちょび不幸だからさ、こんぐらいかなって、そうだね、これぐらいだよ、うん、25分。俺らも30分ぐらいあれだね、先進んでるよ、うん、彼どうするかな、星野の動き方次第変えようかな、俺稲垣から連絡使っちゃったか、いやちょっともったいぶろうかなと思って電話かけようかなと思ってるよね、あ、年少来ないから、うん、連絡来たんだよ、日銀に分かれば、あーそっか、まあ、どんぐらい遅れたって、うん、少し遅れたしか言ってないから、おい、石村、遅れるぞ、俺、遅れる忙しいどんな LINE でどんな LINE で来なくていいだろ、忙しい、おい、石村、遅れるぞ、いいよな、忙しい成立してねえから稲垣も稲垣だけど、西村も西村だからね、うん、ちゃんと言ってくれてるのに、忙しいから邪魔すんだ、西村の忙しいの LINE に関して星野考えてる話に考察するけどね、俺は、うん、西村がね、忙しい、何が忙しいのかについて考えたんだよ俺は、うん、お風呂に入ってる間、うん、無駄に考えたんだけどね、2択になった、うん、まず彼は普通の人間以上に人生をやっぱ忙しいもんだと思ってんじゃないかと、ああなるほど、普通の人の、あ人生ってこんなもんだよねっていうよりもやっぱ俺は忙しいわと思ってんじゃないかと、もともと忙しくなかったから、うん、が1択ね、もう一個は顔が忙しいのかどっちかだどっちだと思う、顔俺もそう思う、もしかしてね、でもね俺はね至ったよ、両方なんじゃないかと、あ両方、もっとね彼はもっと伝えたいことがあったんじゃないかと思ってね、さらに考えた結果ね、石村に忙しいって送ったことに対するね、うん、俺らのね心持ちがもう忙しいっていう、そこまで読んだ上で忙しいという返しなんじゃないかと、未来を生きてるんで彼は。彼はもう、うん、今生きてるし、実際未来。未来生きてる。未来生きてる。素晴らしいね。40分。まあ踏まれるなどしたけど、とりあえずまあうちわとか作る、まあそういう作業は、うん、まあ、完了。完了。完了した。でまあコードも買いに行かなきゃいけないから、うん、まあ外にまた出る。あ、まだ寝た、うん、好きやんや、いつもお外お外何回も寝るな、大好きだね、お外、まあ、結構の感じからみたいな、そっか、忙しいな、彼はめっちゃ忙しいね、そっか、忙しいな、まもなく右方向9時何分だっけ、9時40分出た、出かけた、出かけたか、10時、つい1時間も電気屋に到着、うん、一瞬電気屋かと思ってとうとうとかかなとコードでも先にそっちが必要、まあ重要で、10時に到着、店に入りコードを探す、うん、
ちょうど売り切れ。大事なのはさ、うん、どこの何の電気屋がさ石間の被害にあったの。あ、石間の被害ね、うん、ねそこ大事だよ。ビッグカメラ。ああ、かわいそうにビッグカメラさん。まあいいことあるよ。ビッグカメラに出して、うん、そう、そう、なんかちょうどみんなの線が壊れたらしくて。みんな壊れたの？そうそうそう。それ出しは構図近いに欠陥があるんじゃないの？回収した方がいいですね。だからアイオンコードが不足して売ってなかった。ああ売り切れ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 か。そう、じゃあしょうじゃあしょうがない。他の人たちが変えてるからね。他の人は変えてるからね。一番、まあね、うん、のギリギリ変えなかっただけだからね。いやもう壊れることに対してそう取られるとこ見たから、ね、最後のやつおおおうん来たいいね。そう最後のやつ見たから。そっか、目の前で売り切れになってる。知ってると思う。最後お前か。あいつは壊れてる。あいつは壊れてんだろ。あいつ自身が、うん、で何分だったんだっけ。まあ最後ついて見たから、10時5分10時5分ね。で今どこだ。あ、見た。売り切れ。そう売り切れ。あ、そう取られた。ああ、そう売り切れ。10時10分。ちょっとまあ周り見渡しながらゆっくりまあしょうがないから出ていく電気屋から。うん、その間で出てまああいつチャリで来たんだけど、うん、電気屋までね。うん、自動ドアが一瞬反応しない。踏んでもね。あれ？反応したわ。ああ、なるほどね。うん、ちょっとね反応が遅れちゃった。うん、仕方ない。自動ドアにね汚点はない。うん、石間が悪い。仕方ない。しょうがない。反応されない。石間が悪い。石間が悪いよ。10時何分？5分。5分。あ、じゃあ俺が踏んだから10時10分だろ。10時10分。電気を探す。探して、うん、次に近い場所が野島電気だったからそこに向かう。No、向かうね。向かう運転が。向かうってどこからかによるよ。あ、そのビッグカメラ。ビッグカメラ。ビッグカメラからさ、発射した直後なんか中間地点にいるのかによらない。あ、じゃあ出た直後。チャリ乗っかったあたりか。そうそう、今向かう。今から向かう。向かう。調べて向かう。そうそう、向かう。向かうで、ね。これ手腕が試されるぜこれ。道中使うか。10時15分。12分だよね。あ、12分。10時15分。チャリをしょうがないか預けて、うん、
直してもらって最中にコードがいいコード、石丸なりの英断。なるほど。